夢はありますか、みんな夢。高知市出身で阪神タイガースのスペシャルアシスタントを務める藤川球児さん、42歳です。今日四万十市で開かれた野球教室でバッティングやピッチングのコツを伝授しました。ボールを当てに行かないよ。このティーバッティングっていうのはボールを当てに行くんじゃないよ。空振りでもいいからしっかり振る、それを覚えてて。いい空振り、いつか絶対当たるから、それでいい。教室には旗地域の5つの小学生野球チームに所属する1年生から6年生までのおよそ80人のほか、野球未経験の子どもたち11人も参加しました。動けなくなって固まっちゃって、ゆーらゆーらってバットを落ち着かせるって感じ。そして曲げて怪物オールだ、怪物が気持ちが良くなったら構えて超怪物王だ。将来の夢は少しだけ野球選手です。ちょっと早いから。いや、僕も高知商業の時も同じ旗出身の選手たちと同じ寮で過ごしてたんで、旗弁久しぶりに聞いてしようよとか出張よとか聞くと嬉しいですし。藤川さんはこれからも積極的に子どもたちにスポーツの魅力を伝えていきたいと話していました。いいバッティング。